家の中が8割の人は汚いんだよ、うん、物が多いから、うん、物を手放していった時の、はい、その変わりようが早い、運気の変わりが早いんだよ、はい。だよ、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だよ、聞いてください。お、今日はですね、僕の大好きな、うん、あの方にお越しいただきました。プロ霊能力者チャンネルの柳生先生でございます。柳生リーダー、はい、初めてのコラボということで。そうですね。え、めっちゃ嬉しいですよ。あ、柳生先生自体が初めてのコラボ。そうですね。あ、コラボ初めてです。あ、コラボ初めて、はい、もう本当に嬉しい。嬉しいですね、ありがたいですね、はいはい、わざわざお越しいただきましてね、ありがとうございます。まあ、この YouTube の前にはですね、柳生先生の対談させていただいたのがオンラインサロンに流れるんですけども、はい、まあすごいですね、柳生先生の半生が。そうですよね、うん、ぜひあれも見てほしいですし、見てほしいですね、はいはい、あと柳生リーダーの YouTube チャンネルも、うん、ぜひ見てほしいですよね、はい、もう今日すごい話たくさん聞きましたんで、はい、YouTube でもすごい話していただきたいなと思います。え、柳生リーダー、はい、柳生リーダーといったら除霊とかパワーをアップするとかそういうことで有名だと思うんですよね。今日僕このコラボめちゃくちゃ最高のタッグだと思ってて、桜庭さんがですね、物を捨てることによって開運していくっていう方法を話してるんですよ。あ、はいはいはい。その時の物を捨てるのを邪魔する者たちがいるんですね。それが邪気と言われる存在なんです。なるほど。今日ですね、この動画を見てる皆様の家の邪気がなくなっちゃうような形にしていきたいんですよね。はいはいはい、はい。そうだね、はい、それ、そうだね、それだって理想なんですよ。理想だね、はい、まずは大王から物捨てについてちょっと聞いてもいいですか。はい、全社について。いや、もう、はい、とにかくね、もう家の中が8割の人は汚いんだよ、うん、8割汚いだけじゃなくて、やっぱ物が多いから、うん、だからこの物を徹底的に手放していったらどうかっていうね、はい。まあ、僕はずっとその開運ってことについてずっと研究してる研究者だけども、うん、やっぱりね、早いんだよね、物を手放していった時の、うん、その変わりようが早い、運気の変わりが早いんだよ、はい、そうなんですね。だけど中途半端な人は変わんないんだよ。やっぱ人生0か100だから、もう思い切ってね、だから僕はね、8割手放そうっていうのを提唱してるから、はい、まあ、8割というと5分の4ですよ。家の中から5分の4なくなってみな。俺はもう何もないのと同じような状態になるからね。世界変わりますね。もうだから見る景色が変わるでしょ、はい、見る景色が変わるから受け取るものも変わってくるっていう、そういう理論だよね。あ、そうなんですね。だからそれさらに、はい、さっきね、柳生先生にも聞いたけども、うん、いろんな不動産の仕事をされてて、でやっぱり競売とかね、あるじゃない、物件ですね、競売物件とかあるじゃん、はい、やっぱああいうとこって見るとね、家がむちゃくちゃ汚いっていうね、うん、ああそうなんですね。でもそういうのを実際にこう見られて体験してきてるから、はい、やっぱ説得力あるんだよね、言葉にね。あ、柳生リーダーも実際に見て、あ、これ邪気がすごいっていう物件とか見てるんです。見てます、見てます。そうなんですね、うん、やっぱり物多いと邪気が多いんですよ、うん、で、はい、それが綺麗に整理されているとそうでもないんですけど、はい、ごちゃごちゃしているとダメですね、はい、あ、そうなんですね。整理整頓されてたら、はい、そんなことないんですよ。へえー、そうなんですね、はい、しっかり整理整頓整っていたら邪気はそんなにいない、うん。でも物を手放すときにみんな頭痛したりとか、はい、倦怠感とか出てくるっていう話をしてるんですけど、はいはいはい、それってありがちなことなんですよ、うん、ありがち。だってもう要するに、はい、なんでそんなね、家の中にその邪気とか地味猛霊がいるかっていうと、はい、その家が住み心地がいいわけだよ。もう家が汚い、邪気、うん、にとって、うん、ほこりだらけ、うん、物に溢れている、うん、そして住んでる人たちの機嫌が悪い、うん、もう最高ですよ。あ、もう天国パラダイス。え、ジャキにとったらパラダイス。ジャキにとったらパラダイス。え、もうパラダイス銀河だ。パラダイス銀河。うん、あ、そうなんですね。なんか聞いたことある。なんか聞いたことある。パラダイス銀河。ジャニーだけにね。あ、ジャニー。あ、ジャニー。なんか関連あるんですね。関係あるんですよ。はい。なんかゾワゾワしてる感覚あります。皆さん笑ってるけどね。ローラースケートの映像が浮かんできますね。そうですそうですはい。そういうことです。幼き日のあの記憶が蘇ってきますね。ねはい、まあ、だから、うん、皆さんの家ってのは本当に住み心地がいいわけで、あいつらにとっては。はい、はい、はいはいはい。だけどあいつらにとって住み心地の悪い環境を作り出していかない限り、はい、人生変わんないんだよね。そうなんですね。そうだからもうあいつらにとって本当に最悪な環境にしていかなければいけないわけですよ。はい、ちょっとジャキが家にいるデメリットについて知りたいです。もうその辺はもう、はい、ね、ラジオリーダー、ラジオ先生、はい、それはプロフェッショナルですから。デメリット。はい、デメリット。どうしてないよ。デメリットしかないっす。いや、ちょっと待って、メリット一個もないよ。メリット一個もないんす。メリット強いて言うなら老けかゆみが止まるぐらいだよ。シャンプーじゃないですか。シャンプーオールインワンなんですよ。オールインワン。
もう1本でいいからあれ、うん、はい、邪気が、うん、あのいると、はい、どういう作用が出てくるんですか、人間、まずほらお金、お金、うん、お金がまあ儲からないとか、お金が回らないとか、うん、人間関係うまくいかないとか、うん、あ、そうなんですね、体の調子がよろしくないとか、うん、いざこざが絶えないとか、トラブルが続いたりだとか、はあ、病気にもなる、なる、しかもお金もない、お金もない、最悪じゃないですか。いや、いいことないよ、メリット一個もないですね。メリット、いや、強いて言うなら、はい、もう言わないよオールインワンじゃないですか、一本で止まるんですよ。あ、そうなんですね。ただいまに公演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。急ですよ。だよ、僕たちいろんなとこに行くじゃないですか。日本中行きます。だよ、2月25日金沢アガスティアの葉、はい、そしてですね、3月4号は大島圭介さんの合宿で滋賀に、はい、滋賀に行きます、はい、そしてですね、3月7日神戸、そして3月8日は大阪、さらにはですね、3月15日名古屋、さらには静岡、うん、いろんなとこに行くので、ぜひ会いに来てください。会いに来てね。ありがとうございます。じゃあ今回ですね、うん、はい、あの絶対にこの見てる方にも物を手放してほしいっていうのと、うん、物を手放すときに邪魔するんですよ、はい、この邪気たちが。なので柳生先生にですね、邪気を燃やし尽くしていただこうと。あ、そうですね、はい、一つは物に念が入ってるっていうのがあるんですよ。物に念が入ってる、教えてください。例えばもともと作った人の念であったり、うん、使っていた人の念であったり、中古品であったらまたそういったものであったりもします、うんうん、それが一つね。あ、そうなんですよ、人の思いとか念が入ってる、はいはい、でもう一つは例えばぬいぐるみとかね、ぬいぐるみ、そういうのを人形とか置いておくと、はい、ずっと放置しておくと何か入っちゃうんですよ。それ放置しておくと入っちゃうんですよ、うん、入っちゃう。え、逆に言ったらなんかよく話しかけたりだとか、うん、ハグしたりだとかしてたら入らない？いや、そういう問題ではないんですけど。そういう問題じゃないんですね、うん、霊って肉体ない、はい、ですよね、はいはいはい、ないので、うん、よりしろが欲しいんですよ。何かに入りたいんですよ。そう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 。でちょうど人形がそこに置いてあったら、はい、ずっと置いてあって誰も入ってなかったら入っちゃうんですよ、うん、え、ちょっと待ってください。先輩みたいなやつがいるんです誰か入ってるみたいなジャキの先輩いるんですあ、そうなんですね。そうそうそう。あの1体には何体も入れるんですか、はい、入れる場合もあるし入れない場合もある。じゃあその1体の中に何体もいる場合もあるわけですね。もうある。あ、順番待ちしてるのもある。あ、人気人気人気のよりしろがあるんですよ。出てくの待ってるんですか。待ってる。え、でもどうやったら出てくるんですか。どうしたら飽きるんですか。いや、わかんないですけどね。他に乗り換えるとかなんかあるんでしょうね。人に乗り換えるとか。あ、そうなんですね。え、人間にも入るんですね。もちろん人間にもまあ入るというか乗っかるっていうか。乗っかる、はいはい、完全に入ったら人格変わりますよね。あ、そうなんですね。はいはいはい。もうみんなのこれどこに乗っかるんですか。いろいろです。いろんな場所に乗っかるんですね。ありがとうございます。ゾクッとしました今。あ、そうなんですね。払ってくれたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。どうりで野球リーダーもチラチラここの辺見てたと思った。そうやばいですね、はい、なんで、はい、そういうのを捨てるときにやっぱりそういうのがおっしゃる邪気ということで邪魔をしたりとか、うん、いたずらをしたりとか、うん、捨てられたくないんで、うん、捨てるっていうのはあると思います。あ、そうなんですね、はい、それが疲れさせたりだとか、うん、そういう原因になってるんですね。はい、どうしたらいいですか。ここで、うん、そういう除霊の、うん、邪気を払うエネルギーというのをしたらいいんですよね、うん、おそんなことしていただけるんですか。ありがとうございます。お、はいはい、まあ、僕のエネルギーは別に録画でもね、収録でも何でも聞きますから、はい、いや最高ですね、はいはい、素晴らしいです。皆さん待ってると思います、うん、一応さっきね、はい、除霊をねしてね、はい、ご体感いただいたかなと、うん、全然違うんですよ。全然違いました。さっき、はい、首が回る回る、うん、そうなんですよ。肩が回る回る。ぜひですね、今このご覧の皆様の家はもう巣窟です、うん、はい、巣窟、はい、邪気の巣窟です。巣窟、はい、もう全ての人形に入ってます。あ、入ってる。全人形に入ってます。全人形に入ってる、はい、複数入ってます。ああ、はい、入ってる。そういう家の邪気をですね、はい、ちょっと柳生リーダー協力していただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。よろしくお願いします、はい、このカメラです。はい、このカメラです。じゃあちょっと映らないように。はい、はい、行きましょう。はい、じゃあ家の邪気を払っていきます。
はい、OK です。いやーすごいですね。なんかちょっと家帰るのが楽しみです。これ外で見せたら、はい、どうなんですか。それ家で見なきゃいけないのか、ね、捨てる前にね見ていただいて、はい、捨て終わったらもう一回見ていただいたらいいですね。あ、それじゃあ部屋で再生するってことですか。部屋で再生していただくと、まあ、ほとんどの人が多分スマホで見てると思う。はいはい、スマホで、はい、スマホをもう一回再生するってことですか。そうですね、捨てる作業をする前に、はい、先一回再生して清めて、はい、で捨てて、はい、もう一回清める。あ、こんな感じで。これ多分先生勘違いする人いると思うんですけど、はい、かけたらもう払われると思ってるんですけど、はい、手放さないといけないですね。部屋をきれいにしないと意味がないということですよね、はい、もちろんです、はい、帰ってくるってことですね。もうこれもぜひやってほしいですね。捨てなければそこにありますからね。そうですよね、はい、そうですね。え、捨てなければあるっていうのはもうそこは邪気にとっては栄養の宝庫みたいな感じなんですよ。もう入り放題ですよね。あ、そうなんですね、うん、出てもまた来る、はい、で出たら同じやつが来る場合もあるし、はい、他のやつがまた来る場合もあります、うん、ニューカマーが新入りが来るんですね。あ、そうなんですね、はいはい、だよ、今回神回になったんじゃないかなと思ってます。いやもう柳生先生とのね対談はぜひ聞いてほしいね。そうですね、すごい神回ですよ。もうとんでもない話です。とんでもない話になりましたね。はい、ぜひオンラインサロンの方もご覧ください。プロ霊能力者チャンネルでも放送させていただきます。ご覧ください。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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 楽しい。